皆さんこんにちは、カンカンと万能たくみです。はい、今回は好評発売中タイトルブースター第7弾、刀剣乱舞オンライン2023のカードを使った対戦になります。はい。早速ですか、万能さん何を使われますか。僕はですね、今回好きな刀剣男子をヴァンガードとして使える新しいテクニックでございます。極めの修行、この中の大金平。なるほど、ね、今回でも本当好きな子をね、あの極めの子をバンガードにできるっていうのめちゃくちゃ嬉しいシステムですね。そう、嬉しいシステムです本当に。やっぱこのキャラが推しで使い戦いたいっていう人が出ていますからね。ありがたいですね。高さはないですか。僕は今回ね、新しくライトウェインとなった三日月宗近をね、使いますので、はい、いやもうやっぱかっこいいね、めちゃめちゃね、かっこいいしね、強いだろうしね。紹介してた時、あ、強そうだな。そう、やっぱね、気になってる人多いんじゃないかと思うので、はい、使っていきたいなと思います。はい、では早速やっていきましょう。最初はグッジャケ、速さに負けた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりあの、速すぎると人間そのままグーを出しちゃう。あーってなっちゃうから。じゃあズルじゃん。それでは始めていこう。いきましょう。いきますよ、せーの、スタンドアップヴァンガード。三日月宗近、ウブの姿。あー、聞きました。まあそこから始めないと。そうね、はい、で、スタンドアップした時にこちらですよ、はい、修行道具。これを、はい、そう、このカードをオーダーゾーンに置き、ライドデッキから極めを含まないユニットカードを1枚選び、あなたのオーダーゾーンに表で置き、修行中にすると。つまり今回言ってました大金平、はいはいはい、私は修行中にします、はい、でオーダーゾーンにこれがあると、あなたのヴァンガード自動能力、そして機動能力全てを失う。だからまあこれもね、あの特に、まあ、リアガードって書いてあるので、特にね効果が全部なくなっちゃいますよ、ね、でも、その代わりですね、手札からノーマルライドできないんだけど、ライドデッキからライドする際手札は捨てません。おお、いいですね。そうだから、あの高校ワンドローとかないけど、別に手札は減らない、ね、全然ね、そう、全然良いっていうね。で、まあじゃあそのままちょっと進めていきますね。おい、じゃあまあターン開始時のドロー、はい、で手札を捨てずにライドします。そうよ、太鼓がね定むね、はいはい、極めにライドします、はい、まあ、これもね特に効果はないんですけどっていう感じです。まあ一旦これで終了かな。はい、じゃあターンもらいます。はい、ドル。おお、なるほど、手札1になって、はい、はい、じゃあライドします。三日月宗近戦闘です。はい、じゃあここなんで、ウブの姿でワンドローします。いいね。で、なんですが、はい、セットオーダーを、はい、関連上使わせる。思わずね、拍手しちゃう。やっぱね、これよ。しかも捨ててるのがね、そう、ちゃんとね、ドロートリガー、はい、というわけで能力を使います。ここからね、ヒールトリガーかオーバートリガー以外を山札の下に置きます、はい、で、山札の上からオーダーゾーンの関連所と同じ枚数、ノーマルユニットが崩壊されるまでめくります。うん、はい、はい、強いで、レスト状態でコールされます。コールされてる人がバンガードのグレード以下だった場合、スタンドします、うん、なんで2なんで今回、ね、レスト状態で出てきますよと、まあね、はい、では、うん、バトル入ろうかな。パスでヴァンガードアタックします。僕はね、やっぱり勝負師なの。え、嘘でしょ。勝負師なの。勝負師だから。こんな早いギャンブラーおる。はい、あ、でもこれであの乗らなければ、確かに5000で守れる。うわ、天才。ダイヤチェック乗った場合は。いや、プランは崩壊しないから。あ、そうそうそう、まあ、そうだね、ちゃんとね、これも全て計算通りです。ありますから大丈夫です。大丈夫です。あ、まあ、とりあえずね、じゃあクリティカルバンガード、はい、まあ、どうしようかな、まあ、じゃあバンガードにね、バンガードにね、そうですね、そうですよ、バンガードにやんないと届かない。そうですね。2点ね。1点目クリティカル、1点目、お金平が、まあ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 いいんです。序の口、序の口、あ、よかった。終了します。頑張ります。スタンダードドローして、手札捨てずにライドできるし、うん、はい、山伏に行くと極めにライドします。で、まあ効果ないんですけど、うんうん、ここですよ、鍛錬所。あ、なるほどね。そう、僕も鍛錬所使うことによって、だから実質手札1枚切ってるけど、これを戻して何か出せば損失ゼロだから。プランはゼロだ。そう、だから勝負といえど
あ、まあそうそうそう。安泰来てたんだ。そう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 。じゃあ、はい、今回ペアの同じことしますね。下に戻して、何が出るかな。おお、今の続き。どうしようかな。まあ、ここに横に出しておこうかな。おい。おい。次に続く1問表示。はいはいはい。で、上だから、ペアの先に戻したとき、また1枚上見て、上か下に置きます。下に置こう。なるほど。怖いですね。でもね、何かしますか。つながる。強いもんね。どうせシールドといえどね。バンガードに強まるんや、私。ノーガードしてみようかな。お、いいでしょ。はい、はい。お、じゃあ、対決します。はい。はい、で、まあ、こっち、1万8000で、バンガードにします。ここ、むずいね。いや、守りましょう。1万5000で。お、はい、いいでしょ。終了で。はい、じゃあターンもらいます。はい、スタンドにドローして、手台して、はい、うん、ライトします。はい、三日月に一番得です。よっしゃ。はい、でライトされた時、うん、ですね、山札の上2枚見て、グレード2以下を1枚選び、コールします。はい。残りを上と下に望む順で置けるんだ。トリガー、トリガー、トリガーで。コールします。はい。これは下に置こう。いや、いいね、下に置いちゃおうかな。一旦トリガーではなさそう。そうね、これがあるんでね。じゃあ、そうそうそう、もう一枚の断念状をしていただきますね。効果を使います。はいはい、ではクリティカトリガーを下に置いて、うん、では、ノーマルエンジョンが2枚出る前に、はい、振ります。じゃあ、そうですね、まあ、そうね、そうね、そうあるようでないからね。ないからね。はい、で公開された他のノーマルエンジョン1枚につき5000上がりますよと、うん、攻めちゃおう。やば、バートル入ります。はい、1万で、まあ、まずリアガード、まあこれは仕方ないな、行けましょう。はい、じゃあ1万でバンガードに。ノーガードで、ノーガードキングで、はい、おお、すげえ、でも乗ります。で、いった、乗ってください、お願い。ああ、じゃあここ2万3000ですね。バンガード、それも受けよっかな、さすがに受けます。いいです。おお、これが強い。見えてますね。では、これでターンを終了します。おい、取ります。スタンド。お、ドロー。まあ、これちょっとね、ライドデッキじゃないんですけど、うん、修行道具の効果、はい、あなたのライドデッキが0枚で、このターンにあなたがライドしていないなら、修行中のカード1枚、狼平、修行してました。ソウルに置くことで、この狼平の、極めを含むカードですね、を山札か手札から1枚探して、ライドします。はい。まあ、山札から、そしたら、キャップします。はい、はい、大金比は極めにライドします。はい。で、このカードをソウルに置きます。で、ヴァンガードと同じクレスト、まあ、太刀ですね。太刀のクレストを得ますよ、と、はい、ということで。極めを手に入れました。はい。で、これを手に入れるとですね、まあ、あのグレード2だし、1万だし、うん、バンガード効果ないんですけど、普通だったらね、あなたは自分のバンガードと別名のユニットにライドできない、うん。まあ、これはね、あるんですけど、あなたのバンガードと同名のカード全てはグレード3、パワー1万3000、ツインドライブ、ペルソナライドと以下すべてを持つユニットになる。で、その以下っていうのが、バトルフェーズ開始時、まあ、バンガード作の一度乗りです。バトルフェーズ開始時、山札を上から1枚公開して、トリガーユニットだったら相手のリアガード1枚選び退却させて、うん、違うならそのまま捨てる。はい。のと、あとこのユニットがアタックしてバトル終了し、カウンターブレスト2でスタンドさせて、うんうんうん、ドライブマイナス1と。なるほどね。手札捨てずに。ここ大事。そう、またに1回でもね、うん。という効果を得ますよと。いいですね。そう。だから好きな方が強いバンガードとしてね、うんうん、使えますよという感じですね。何色思われですよ。何？さっきドライブしてたから。そうやった。そう。効果使います。OK です。1枚下に置く。で、2枚までね、山盛りユニットが出ますよ。おお。お、すごい、すごいね。揃っちゃった。はい。じゃあここに出します。公開されたノーマルユニットが2枚だったので、もう1枚。プラスされますよ。ヒゲ切り極めをこっちに、はい、します。そしてヒゲ切りと一緒に
ひだまる極めも出してあげます。なるほど。で、引き力もあなたのユニットがいるならパワープラス1万と、シールドシップラス5000されます。これが相手ターンまで有効でございますね。ではバトルフェーズ開始。はい、効果を得ております。1枚公開します。はいはい。おお、ひだまる極めなんですけど、まあトリガーじゃなかったので、捨てられちゃうんですけどひだまる極めの効果で、あなたのターンにこのカードが山札から捨てられた時、あなたが太刀の能力極めのクレストを持つならこのカードをリアガードサークルにコールすか手札に加えることができると。相性よ、超いい。これで手札増えて、しかも何が出てくるか分からなかった。偉すぎる。こっちから行こっかな。一旦2万3000バンガードアタック時、じゃあ今の剣極めのことつけます。エコノミーとか ブーストした時ソウルブラスト1することでバンガードをプラス5000します。ほいほい、いいダメージもらえる。ほいダメージ、ほい、あー欲しかった。狼の極めでヴァンガードにアタックします。1万8000ノーガードしましょう。で、スタンドして勝ちか。マジよっすよっす、いや、ほら言ったじゃない。マジで。じゃあ、しかもね、スタンドするのでこう、いや、1万もごく売っちゃうよ。そして、2枚。うん、さすがにね、ちょっと待って、そろったよ。じゃあ、まあ、見てですね。ダメージ。ほい。ほい。ほい。あー、マジかー。で、よしよし。あー、カウンターブラスト2どこ払おうかな。まあ、トリガートリガー払おうかな。ほいほいほい。ほい。ほい。して、スタンドして、ドライブマイナス1と。じゃあ、今度は2万8000クリティカルにバンガード。これインターセプトするんですけど、おい、ポイントがガーディアンサークルに置かれたときカウンターブラスト1することで1枚引きます、うん、強くない。置かれたときインターセプトでも OK、 オンドローします。あー、なるほど。そっから考えられるんだ、しかも強っ。危なかった。カズカズしましょう。ああ、はい、あ、なるほどなるほど、まあ、これでオーバーできます。はい、ポイント、はい、イヤシビロでしたね。あぶねえよでもじゃない？きついね、かなり。ここにだってこうなってこうよ。ここが3万8000バンガードなんですかね。受けましょう。2000ダメージ。はい。あは。終了で。やりますね。めちゃめちゃやった。やったー、もらいまーす。はい。スタンド&ドロ。では、総理。三日月宗近のね、カード2枚。以上あるなら、ライドデッキから。メカ抜きメンチカのね、グレード3にライドするときは手札捨てずにライドできます。ということで、ライドします。おい、ここは完全ガード戻しましょう。 OK です。鍛錬場のスキルですね。はい、戻して2枚出るまで。はい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 、こちらへ行こう。わー、お手伝い、どっちにするかよ。だよなー、お手伝いね、ここは。はい、これそうこうします。で、2枚で5000円出ます。いいね。メガ時メンチカン終わってます。おい、ソルバス1することで山札の上から2枚います。1枚まで選び、リアガードサークルにコールし、残りを上と下に置けるんですが、うん、これがコールせずに両方とも上に置きます、うん、何かが分かりそうだ。で、ここにこいつねまでコールしましょう。はい、真剣に必殺があるんですね。はい、1万上がりますよと。何回勝ちも有効で、永続の間ですね、3種類リアガードが3枚以上いるんで、うん、この子は5000とクリティカルがあります。おいよおいよ。とりあえず2万3000アタックしたとき真剣必殺、バンガードにアタックしたときカウンターブラスト1することで、うん、相手のリアガード1枚選び退却させれるんでとりあえず逃げ切りを退却。逃げ切りでいい、逃げ切りでいいでしょ。どっちやない。この子はね、逃げ切りがいないとね、誘われるとこだった。ジーニアスだったで、2万3000です。さっき引いたトリガーで守りましょう。はい、ここじゃあ短期でいこうかな。2万でバンガード守ります。守りますか。1万になります。はい、1万8000アタックします。手札1枚捨てることによってそうね、前列を大スタンドさせる。1枚で良いな。そうです、今ね、そう、こいつでもだからね、なんか本当は2枚捨てなきゃいけないんだけど1枚で良くなってます。で、2枚スタンドさせたことによってなんと3体以上いますねってことで、はい。で、さらにスラッシュボールね、スタンドフェーズ以外にね、相手の他のリアガードスタンドしたときソルバス1することでこのユニットを一緒にスタンドします。1万8000です。でも怪しすぎるもんな、上が完全ガード。
これはこっちだな。なるほど、はい、では、ツインドライブ。はい、1枚目ドロートリガー。あー、じゃあ引きたかったやつを下に置いただけ。引いた、そうだね、そうそうそう、そうだね。でも誘われた感があるな、なんかちょっと完全ガード引きたかな、了解です。ほい、で、セカンドチェック鍛錬場。鍛錬場が手札のガード値が減ってきてるんじゃないの。苦しいね。2万8000いこうかな、ヴァンガードに。インターセプトと1万5000で守ります。こちらね、3万3000なんですけども、うん、なんと資源必殺大会ついてません。ちゅうことで、カードのスイッチ払ってもう一回リアガード回復させます。おい、おー、やめてくれよ。勘弁してくれ。ほい、では3万3000です。はい、見てです。お、ではこれでもう終了しましょう。おい、ほい、スタンアンドドロー。王者に極めに強いよー。お願いします。さすがにこれよ。でももう揃ってんだよね、ちゃんと。そうなんです。何がどうあれさ、使う。確かに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 、それはそうだ。しかもね、クリティカルのちゃんといいですね。戻してあげますよ。しゅ、ほいほい。じゃあ絵柄2枚出るまでいます。ほいほい、1枚目。おお。ちゃんと、ああ欲しいのしか出ん。楽しすぎる。あ、しかもここが出るのめちゃすごい。ちゃ熱い。そう、夏の線が起きる方がね。そうです。そう、さっきなんだかんだね見せられなかったんですけど、これですね、悲劇に極め戻します。手間、うん、プラス1万がさらに入ります。はい、このままアタックがいるかな。ほい、じゃあバトル繰り返し。後輩ちゃんと2万5000上がってるから、3万5000。ワンガ先受けか。お、先受けやな。先受け、まだちょっと待って、ヒールの、いや、ね、先受けないんやけど、ちょっと一旦安全確認して。そうだよね、一枚も出てないことを確認しつつ、手札にもね。しゃべり、はい、よっしゃー、まず一回かけさせて。そういうこと言うと、あの、終わるのが気がついちゃうけど。まだね、まだね、見逃してください。でも、まだまだ半が戻して、あまりまだ欲張ろうとしてんじゃん。これどうにかなんないかな。いや、でもよ。でもなんだよな。そう、まだ攻めてくるんですよ。そう、実はね、さっき見せられなかったな、これ。確かに確かに。冷え切り極め、アタックして、ね、ブーストします。なんでこのマグ順番なんだろうって言うんですけど、まあ、まず今の釣りのところで、はい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 、さあ、レベラスト1は何でもいいかな。とりあえず、28000。28000。あ、1万でいいよとね。そう、まあ、1万からしようかな。そうね、綺麗に守られましたが、このターンにこのユニットがアタックしたバトル終了時、このターンにヴァンガードがアタックしていないなら、うん、手札から1枚捨てることで、まあこれグレード3以上のヴァンガードにアタックしてないと使えないんですけど、このターンで終わるという意思表示だ。なに、え、大丈夫なんですか。捨てることにより膝周りをスタンドさせます。あと3枚、強、マジで。ここ2万8000ある。うーん、強すぎる。様子見のね、とりあえず、とりあえず様子見のワンドロよ。それでも強えな、本当に。あ、これで1枚貫通よね。あと1万で2枚貫通ですね。お戻しします。お戻しします。うわ、熱っ。だって見事。そうなんだよな、単純中で。ちょこちょこ、ね、4枚しか見えておらんぞ、俺。2枚もあるんだから。でもやばくたもんね。ちょこちょこ戻してるしね。そうそう、30枚ぐらい。逆に言えばね。30枚もないか。20何枚ぐらいあるかな。ほい。よし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 。まあ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 。ひりつくね。俺、この危ない橋渡ってる瞬間が一番好きなんだ。クリティカルするよ。いけ、よし。うわ、何だ、何、まあまあいい、まあまあいいでしょう。こっちにはこれがあるんで、強いんだよ。カウンターラスト2でスタンドしちゃうから。リフだ足りる本当に。いや、まだあるから、まだある、まだあるから、まだわかんないから。2万8000バンガード、やばいっすね。真剣必殺、なんとインターセプト。そうだ、後列からもインターセプト。1万シールドなんですね。1枚貫通なんですね。待って、本当にもうすか、1号ある。
スはいい。お、ホールアウトだ。そう。オーバーになる。ね。ね。さあ、いいよ、はい。いくよ。はい。まさか。シェイ。でも多分5000で15000なんちゃうかって思ってるから大丈夫です。ヴァンガードに素直に行こう。まあ一番シールドです。ああ一番シールドか。でも5000シールド。じゃあ一回投げとけって話なんだけどね。じゃあマコのターンは終了です。はいはいはい。バントアンド勝てドローしてやばいどうしよう。とりあえずねヘルサライブしましょう。ワンドロー。はい。あ、君か。お、まあ、まずね、見えてた三連勝張りましょう。いいでしょう。これ、こめでギャンブルすぎる。君の2枚だ。で、まあでもね、三連勝で繋がっていくからね。そう、うん、クリティカル戻しましょう。うん、取れない、怖い。オッケー、ダメ、クリティカル戻します。クリティカルの方がきついっちゃきつい、うん、じゃあ、3枚出るまで。はい、1枚ダメ。うん、リゴしか出ねえ。まず1枚目。1枚目。おっ、いけ、お願いだ、お願い。おお。とりあえずね、ラストはこの子にしましょう。そんな、そんな、たくさんがおすすめですよ。自身の効果でも一番上がって。真剣必殺で、さらにピアノスキルでこれバスイッチして2枚いってもっと強いいけ万戦一文字極め。なんとこの子登場した時カウンターブラスト1払うことでドロップからトリガーユニットを2枚まで選ぶボールに置けます。強くない？ボールに置いちゃいます。はい、はい、で、さらに5000上がります。自身が、僕自身が何が起きるかっていうと、はい、ここにポテンツを置くんすよ。残り1枚は上に置きました。たまさせです。これで1万になってるから15000 25000 25000。はぁ、そっち高すぎる。4万です。このガードか。もうクリティカルついてないうちに受けるしかない。そう、山の上に1個操作してますからね。たぶんオーバートリガーてってはい、ということで今回僕が使ったデッキはこちらでございます。まあ、あの極めの修行、修行道具を使ってね、太刀の能力極めを得るデッキでございましたけれどもまあね、自分の好きな、刀剣男子がちゃんとヴァンガードにできますしこれ手札切らさずにツインドライブシングルドライブ、そうなんだよ、ね、めちゃくちゃ強い。てか本当に強かった。そう、マンツル極めとかあのカウンターチャージが結構豊富になってるから、うん、あの CB にも別にそんなに重なくないというか、うん、払えちゃうし、ヒザマンとヒエヒリがあれですよ、バトルフェーズ開始時の効果で捨てられたとしても出てくるし、うん、なんならトリガーだったら退却もさせるし、うん、持ってるしっていう、パワーも上がるし、そう、これめちゃくちゃいいシステムだなって。おせおせのシステムだね。そう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 。本当ね、ぜひぜひ皆さんも好きなね、刀剣男子で、うん、遊んでみてください。いろいろ拡張性ありそうだね。いや本当に、うん、今後も楽しみですね。うん、はい、はい、では今回僕が使ったデッキはこちらです、うん、この子何点1万とか使ってソウル供給して、うんうんうん、ね、浦島虎徹を起こそうとか、リアスタンドするからターン1回ついてない退却使おうとか、ねえ、そっちよかった。それがヒント使ったよ。そう、単連所のおかげでね、はい、かなっちゃう。いや本当にそう、うん、単連所がめちゃくちゃ優秀で、そう、好きな動きが結構ねサポートしてくれるから、ちょっと他にもいろいろ試してみたいカードあったんで、うん、また構築ね、これ楽しいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、今回使ったカードはね、好評発売中のこちら、うん、はい、タイトルブースター第7弾刀剣乱舞オンライン2023に収録されてますので、はい、ぜひ手に入れて遊んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。